全力リプレイ。1番ホール山本恵子です。距離はあります。バーディーパット。おお、最後一転がり、ナイスバーディー。でリハナ選手はセカンドショットをご覧いただきます。ベタピンどうでしょう、岡本さん。ですね、いいスタートですね、はい、と思ったんですけどね。そうですね、はい、なかなかそこからバーディーを重ねるという一日にはなりませんでした。石川玲奈9番、これはいいチップイン。はい、チップインバーディー。リハナはセカンドショットが左足下がりの難しいラインに行ってしまって、そこをナイスパーセーブ。よくパーセーブしましたね、このシーン、はい、このパーは大きいですね、はい、でも。その17番セカンドショット、石川玲奈全く見えないところからピンに向かってきました。もちろんバーディー。本人もあそこまでピンには寄っただろうでしょうけど、うん、そこまで近いとは思ってなかったんじゃないですか。そうですね、はい、そして今日ノーボギーでのプレーでした斉藤愛理、はい、3打目根元に来ました。最後バーディーフィニッシュで、岩井明愛は直ドラを試みました。セカンドショット18番、グリーンには届きませんでしたが、こういった攻めの姿勢どうでしたか。いいですね、うん、はい、でそこから、はい、このアプローチももう最高ですよね、はい、しっかり寄せて17番でボギーがありましたが、18番、最後はバーディーフィニッシュ。竹山かりんのサードショット、これも見事でした。今日はノーボギー、まあ、後半に入ってなかなかバーディーいきませんでしたけどもね。そして佐伯あかね、はい、最後のクロール、本人もびっくり、